ヤムハド。ヤムハド、ヤムハド、ジャンハド、ヤムカットは古代のシリアにあったアムル人の王国。その中心はハルペ、ハラプ、ハルパの町、現在のハラブ、別名アレッポにあった。アムル人の他にもフルリ人が住んでおり、フルリ文化の影響が見られる。ヤムハド王国は青銅期時代中期、紀元前19世紀頃から、 紀元前17世紀後半頃にかけて栄え、南の王国、カトナと争った。ヤムハドは、最終的に、紀元前16世紀、ヒッタイトにより滅ぼされている。ヤムハドの中心は、ハルペ、京のアレッポで、その周辺の広い範囲を、勢力圏としていた。その正確な範囲はわからないが、主に現在のシリア北部から、トルコ南東部が領域だった。 シリア砂漠の北、ひよくな3日、ガツ地帯の北部一帯を占めたヤムハドは、豊かな農業地帯の他メソポタミアから地中海を結ぶ交易路を主中に収め、一世紀半に渡り北シリア、北メソポタミアに臨する、豊かで強力な国家となった。ハルペニは、キプロス島の道、中央アジアの鈴、アナトリアやレバノンの山から切り出される木材。 英華界やメソポタミアの写真品などがもたらされ、こうした物資を中継したほか、周囲の農村からの穀物や織物などを各地に輸出した。ヤムハドでは、古里人も多く、アムル人の信仰するヤムハドの出身、風の神、エダット、アッカドゴの他に、古里人の信仰する同様の風の神テシュブ、チャブが祀られた。アレッポ人が信仰した神は、 メソポタミアの東にあるヌジから地中海側のウガリと北の小アジアに至る幅広い範囲で進攻される風人が土着化したものである。中東に広がる風人進攻の中心地であり、交易の中心地という好条件のソロハルペは、紀元前3000年期後半にアッカドの王なら無心により、古い交易都市国家エブラが破壊された後、エブラに変わる。 この地方の中心都市へと浮上した。紀元前十九世紀のメソポタミア北西部の、峡国マリの王ヤフドゥンリムの時代、ヤムハドの王スムエプフとの功能関係が、マリ文書には記録されている。スムイコールエプフの後継者ヤリムリム一世は、刀のイシアッド王と共に、アッシリアのシャムシ、アダド一世と同盟を組んだ。シャムシアダド一世はマリを征服したが、マリ王、 ヤフルンリムの息子ジムリリムは、ヤムハドのヤリムリム一世のもとに逃げた。ジムリリムは、ヤリムリム一世の一族と婚姻関係を持ち、ヤムハドの後ろ盾を得て、シャム氏、アダド一世没後のマリを、ヤスマフアダドから奪還した。紀元前1770年前後のジムリ,リム時代の外交関係などを記した年度版文書がマリから大量に出土したが、この文書からヤムハドが、 バビロン、ダルサ、エシュヌンナや、カトナなどと並ぶオリエント大国だったことが伺われる。ヤリムリム一世とその息子ハンムラビ一世、バビロン王のハンムラビとは、別人は、マリなどと共に、バビロンの王に即位し、メソポタミアに派を唱えたハンムビとも同盟を組んだ。マリが滅んだ後も勢力圏を拡大し、オリエントの大国の地位を維持した。ヤムハド王ハンムラビ一世の息子アッパエルは、 兄弟のヤリムリム2世に、北の都市、アララハを与えているが、紀元前1750年頃に反乱に遭い、ハルペは破壊された。紀元前18世紀半ばから、紀元前17世紀、紀元前1650年頃までの間、再建されたハルペとヤムハド王国についての記録は、少ない。北のアララハには、ヤムハドの王家から分かれた。 ヤリムリム二世の子孫の王朝が築かれたが、ここから出土した文書にヤムハドは言及される。この時期ヤムハド王国はアララハ王国を従えていた。ヤムハドの地位を揺るがす出来事は少なかったが、東に没航するフルリ人の国家軍との争いが起こっている。北にあったヒッタイト王国では、ハットシリ二世が紀元前十七世紀後半に即位し、南へ遠征を開始した。 彼は、ヤムハドの影響下にあった、都市多数を陥落させ、ヤムハドの属国、アララハを破壊した。数年後、再びハットシリ一世は再度来た、シリアへ軍を向け、ヤムハドを攻撃し、ハッシュは、ホスウィ、ハッサムの町でヤムハドの援軍と戦いこれを、陥落さだ。こうした戦いの過程で、アムル人やフルリ人の神だったハダドなどの心臓が、 戦利品として、ヒッタイトに持ち去られたが、ヒッタイトではこれらの心臓と、その信仰が広がり、ヒッタイトの土着宗教と融合することになる。ハットシリ一世の後を継いだムルシリ一世は、ハットシリが完遂できなかった、ヤムハド征服への努力を続けた。ヤムハドの名はこの時代までは文献などに登場するが、ヤムハドの終焉がいつ訪れたかについては明らかでない。 この200年後に、ヒッタイトの王となったムルシリ2世、在位、紀元前1322年頃引く、紀元前1295年頃の時代にムルシリ1世による、ハルペ破壊記されているが、その正確性には、疑問もある。この後のヤムハドについては、ヒッタイトによる、破壊の1世紀後に再建されたアララ派の多いドリミの、石碑、現在は、 大英博物館に所蔵されているに研究されている。これによれは、紀元前16世紀末から、紀元前15世紀初頭の時期、ハルペの王子だったイドリミは、エマルエのガレ、カナンなどを放浪した後、ミタンニの王バラタルナ、紀元前1470年頃ひ引く、紀元前1450年頃の進化となり、支援されて、アララハに自らの王朝を築いたとされる。 ヤムハド自身による記録は少なくヤムハド王国の首都の遺跡も見つかっていない。ヤムハド王国の文書庫や王宮はあるとすればおそらく今もアれっぽ市街の地下のどこかに埋もれていると考えれる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。